次は、スバーチョコルーダの話をしましょうかね。ルーダの誕生祭ね。すげえ大変だった。すげえ大変だったわけよ。告白のシーンがね、すごいみんなスバルのこと棒読みじゃんとか言ってたけど、言わせてもらうと、リハーサルの時もっと棒読みだから舐めないでほしいね。君のことが好きだ。本当？スバルと付き合ってください。嬉しい、ありがとう。嬉しい、ありがとう。これからもよろしく。もうあまりにもあまりにもすぎて、その演技が。チョコ戦がね、普通に怒られた。普通に。てか、久しぶりにあんなに怒られた。なんかチョコ戦って結構笑ってんのね。で、スバルがどんなに ASMR が下手くそでも、もうスバルみたいな、わははみたいな、もうなんなんだよそれは、わははみたいな感じなんだけど、もうあん時のチョコ戦はね、結構ガチで怒られた。本当に3年いて、久しぶりにあんな怒られた。怖いっていうか、なんかその、ブレーとかじゃなくて、スバル、ダメでしょみたいな。今日ルーナの誕生日だよ。これでいいと思ってんのって、あ、すいません。頑張ります。で、一番ガチで、そう、いや別にね、怖くないんだけどさ、超ね、超大変だった。終わった後、いろんな汗をかいてましたね。